グローサー・クルフィルスとは、ドイツ海軍の戦艦、軽二飛級戦艦の二番艦。艦名は、大戦抵抗、フリードリヒビルヘルムにちなむ、ハンブルクのフルカンシュテッティン社の造船所で建造された。1911年10月寄港。1913年5月5日浸水。1914年7月30日収益。第一次世界大戦開戦後。 1916年4月25日のローストフトやヤーマス砲撃やイギリス沿岸への機雷不設作戦時に遠距離護衛部隊として出撃した。1916年6月1日のユトランド沖海戦時は太陽艦隊の第三戦艦戦隊に所属しており、8発の命中弾を受けて死者15名負傷者10名を出した。修理には6週間を要し、 1916年7月17日に、艦隊に復帰した。1916年11月5日、デンマーク聖ガム沖で、イギリス潜水艦 J1 に乱撃され、修理に3ヶ月を要する損害を負った。ドックから出た直後の1917年2月9日、グローサー・クルフィルストは、キールの近くで座礁した。3月5日、戦艦クローン・プリンツと衝突。 艦首を損傷し、修理に2週間費やした。10月、グローサー・クルフィールストは、エーゼル島とダゲイ島攻略を目的とした、アルビオン作戦に参加。作戦中に植雷し、6週間ドック内で過ごすことになった。1918年4月25日、北海への出撃からの帰還時にビルヘルムスハーフェン、沖で座礁。ただ、修理は1週間以内に済んだ。 5月30日、今度はヘルゴラント島近海で座礁した。8月中旬に復帰したが、以後活動はなかった。戦後スカパフローに抑留され、1919年6月21日に自沈した。1933年4月に引き上げられ、ロサイスで解体された。ありがとうございます。